ガラス越しに通り過ぎる日々、背中に刻んだ焦燥、柔らいなままの肖像、舞い上がりぼやけてゆく、ノイズのリクライン、鼓膜に張り付き、理想だけが空回るままで、こいつにまみれた言葉吐き出し、届くはずもない叫びを、今消えてしまいそうな欠片を尖らせれば、クレストレーションの向こう側へと、途切れた世界の紡いで抜け出せたら、逃げた感情も透き通り、また明日を見たんだ。下に並んでた景色は探し去ってない朝だ、変わらなすぎて気にまた心がかすめて、シンのフォーが使っていたら分かったってわからないんだ、陰ってたその景色を一つ盗んで何を知る、
そもそもが満たされた時に計画するというカスタードクリームのような甘い考えを改めて、長く無理なく続けれる計画を立てなさい。ごもっともな意見は痛いほど脂肪に突き刺さるわけですが、すぐに結果が欲しい、筋肉が欲しい、筋肉が。Honey
んだ。二番線白線の中のあなたに僕は見えていますか。僕の声は届いてますか。